で曇るガラス戸越しに眩しさを眺めていた。机に伏せて抱きしめてみる。色とりどりの宇宙。好きな子におはようって言えた。あの朝のことは忘れない。ただ人は愛しいと思う。と同時に愛されたいと願ってしまう生き物。君の手を強く握りしめて凍えていたのは僕の喉と知る。君の手まで冷たくしてしまうのに強く握り返してくれた。これが分け合うということなのでしょうか。少しだけわかった気がしました、神様。一段飛ばし駆け上がるたび、背中で弾むランドセル。月曜の朝くせ毛がはしゃぐ。幼い日の君を想う。君も思い描いてくれてんのかな。僕がどんな風に過ごしていたかを不足的に繰り返され、君の音色を聞いていたら朝に包まれた。柔らかい日差しを味方にして、安らかな春を探しに行こう。汽車に乗り地図を見すり、心のまま森の中を風が泳ぐように自由に。月を見てた。遠くても同じ光を見てた。遠くても一つしかない運でも信じた。手をつなぎ見上げる真冬の月。人の手ってこんなにあったかいんだ。人生ってまだこんなに素晴らしいんだ。君が笑うと僕も嬉しい。そう思える自分にやっと出会えた。君にもそう思ってもらえる日が来るように、絵はがきの裏の春の景色を頼りに探せたら。